すみだトリフォニーホールにて行われますすみだ平和記念コンサート2016は、ウィーン楽友協会合唱団の皆さんと4人の歌手のソリストの方々、ソプラノ松田直美さん、アルト金子美香さん、テノール大月隆さん、バリトン河野勝則さん、そしてオルガンのソリストでありますロベルト・コバチ氏とともにお送りいたします。このウィーン楽友協会合唱団はオーストリアでも大変由緒あり、伝統あり、そしてとても自主性に富んだ合唱団です。この合唱団は音楽史上のさまざまな重要な作品を初演してきました。例えばブラームスのドイツレクイエムやブルックナーのテデウム、マーラーの交響曲第8番、千人の交響曲などが挙げられます。まさに音楽史上の中を歩んできた合唱団と言っても過言ではないと思います。今回すみだ平和記念コンサート2016にてウィーン楽友協会合唱団がプログラムの中心に据えております曲目がモーツァルトのレクイエムです。このモーツァルトのレクイエムはウィーン楽友協会合唱団にとって最も重要なレパートリーの一つです。彼らはこのレクイエムを長い間歌い継いできました。そして何といってもモーツァルトという作曲家はオーストリアの人々にとって特別な存在です。今回すみだ平和記念コンサート2016にてこのモーツァルトのレクイエムを日本の聴衆の皆さんの前で披露できる、演奏できるということを合唱団の皆さん大変楽しみにしておりますし、とても張り切っております。すみだ平和記念コンサート2016はすみだトリフォニーホールにて2月24日水曜日午後7時開演です。皆様のご来場を心より楽しみにしております。ぜひお越しください。お待ちしております。